や俺たちもう23歳じゃん。23になりました。早い人だとさ、うん、周りの友達とか結婚してるわけよ。してるね。もしさ自分が結婚するなら、うん、こう嫁さんにサプライズやってあげたいなと思って。オムライス言ってねえよ。サプライズだよ。あ、サプライズ。そうそうそう、いいねいいね。サプライズなんかウェディングプランナーと一緒に相談するみたいな。なるほどね、うん、じゃあ田中新郎さんやって。あ、分かった。俺朝起きたら右腕を寄生虫に乗っ取られた少年やるんですか。あー今日もいい朝だな。あーなんだ、右腕が言うことを聞かれた。あーやめろやめろ。お前の右腕は乗っ取らせてもらったぞ。ガー何やってんの。ウェディングプランナーやって。あ、ウェディングプランナー。俺新郎やるから。オッケー、いらっしゃいませ。あ、どうも、この間ありがとうございます。あら、田中さん、はい、今日はどうしたんですか、一人で。あの、実は嫁にサプライズやろうと思ってきたんですよ。サプライズ、はい、うぅー、いい男。 ありがとうございます。いや、マンチェスター。ありがとうございます。うぅー、撫で方褒めてねえじゃん。悲しいじゃない。45だ。45だ。上げとこうか、こうやって。いやけど、うん、それ絶対奥さん喜びますよ。撫で方だけだろ、そんななんねえだろ。とにかくサプライズしたいなと思って。サプライズ、なるほど。どんなの考えてますか。まずはさ、うん、あの披露宴の曲なんだけど、曲、うん、なんか嫁さんが喜ぶような曲にしたいなと思って。そうですね、うん、あ、これなんかいいんじゃないですか。何何、俺が見えないのか。なんでくれないだよ。なんで X ジャパンの。もう盛り上がります。盛り上がんねえよ。いや、X、 X。 じゃあ俺やりたいのが、はいはい、バタフライっていう曲。バタフライ、わかんない、聞けばわかると思うんだよね。バタフライ今日は今までの俺が見えないのか。見えないだろ。見えてるよお前は。え、お前は見えてるよ。バタフライ、バタフライ、わかります。今日はバタフライ、今日は今までのどんな時より素晴らしい。そうそうそう、俺が見えないのか。見えてっから。バタフライでいいから。バタフライ、バタフライ。X バージョンで歌うんだよ。X 盛り上がります。盛り上がる。とにかくバタフライでいい。 BGM がエビフライ。バタフライ、なんでエビフライなの。エビフライ、いやバタフライ、バタフライでいいから。 X もいいから。あ、バタフライね。とにかく驚かせたいのよ俺は。驚かせ、サプライズですか。うん、こう、あっと驚くようなことしたいんだよね。あっと、そのあっていうのは、あっですか、それとも、うん、いやどっちでもいいわ。もしくはですか。驚いてるじゃん。驚かせたいのなんかないですかね。いいやなんすかね、うん、あ、いいのありました。なんですか。入場の時に、はいはいはい、先に左半身だけ椅子に座るんです、はい、その後ついてきて右半身が席に着いた時に合体する。できねえよ。できるわけねえだろ。結構流行ってる、ね、流行ってるって。なんでやり方教えてくれ。もうできるやつ。あ、これいいですよ。何ですか。一回心臓を口から出してまた揉み込むって。できねえって。できないの。お前できんの。やってみるでしょ。こんな感じなんですよ。気持ち悪いよ。気持ち悪すぎるわ。できねえよ。もう他のウェディングプランナーに相談するからいいよ。ちょっと待ってください。なんだよ。最後にこれだけ言わせてください。え、またのご利用お待ちしております。縁起でもねえわ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。